ヤコブスタードは、フィンランドの中西部に位置し、ボスニアアンに面する港町である。ポフヤンマー県ヤコブスタード軍に属する。旧ヤコブスタード市長者、ストレンバーグタバコ工場、ヤコブスタード協会1652年に、スウェーデン皇帝軍司令官、ジェイコブ・デラガードの未亡人であった、エバブロによって設立され、クリスティーナ女王によって都市として認められた。当初は、 小さな寒村であり、都市の発展も低調で、1680年には住民を他の都市へ移転させるよう命令が出たが、後に取り消される。18世紀初頭に起こった大北方戦争では、ロシア軍によって侵略を受け、町の大部分が焼き打ちに遭う。大多数の住民はヤコブスタードから離れた。その際、船を持っていた者は海を渡ってスウェーデンに逃れた。 持たなかったものは森や近くの島に逃げ込んだが大多数が捕虜となったか殺された。1720年代に住民がヤコブスタードに戻り、それと同時に他地域からの移転住民が増加した。1731年にはヤコブスタード教会が建設された。この時期から数十年にわたり、ヤコブスタードはタールの生産やタバコの包装などの タバコ関連産業の中心地として著しい発展を遂げた。また、1765年に、ボスニア湾沿いの都市に貿易特権が与えられたことが、追い風となり、貿易や後に、主産業となる造船業が発展した。19世紀前半には、第1次、第2次ロシアスウェーデン戦争と1835年の大火事により、ヤコブスタードは、壊滅的な打撃を受けた。 にもかかわらず、経済的な発展は続き、ブルワリー、マッチ工場、銀行などが1850年以降に次々に設立された。1859年には実業家のピーター・マルムによって蒸気機関を使用した製材所が設立された。蒸気機関を使用した工場ではフィンランドで2番目に早い。クリミア戦争では、英仏連合軍によるバルト海の海上封鎖の 影響を受け、造船、貿易ともに大損害を被った。1883年にはチコリー工場が設立された。これがヤコブスタードの工業化の始まりとみなされている。1900年にはストレンバーグの設立したタバコ工場が稼働を始めた。このタバコ工場は従業員千人を数える大工場で、持ち主はたびたび変わったものの、1998年まで、 存続した。フィンランド内戦の間、ヤコブスタードには、法術学校が置かれた。第二次世界大戦中、ヤコブスタードは、赤軍によって爆撃され、死傷者を出した。1960年代までは、町はスウェーデン語を話す住民が圧倒的だったが、1960年から1970年代の、産業発展による労働者の転入が増え、 フィンランド語話者の割合が増加した。現在はスウェーデン語話者が55%、フィンランド語話者が42%を占めている。1967年にはストックマン百貨店が開店したが、1982年に撤退している。現在も工業が盛んであり、市内で最大の企業は、フィンランド最大の製紙業会社アップムのパルプ工場である。他にもステンレス工場。 生肉工場などが稼働している。1990年代には、タバコ工場、ガラス工場の閉鎖があった。1883年から、地方新聞、ヤカブストットティドニングが発行されていたが、2008年に、オスターボトニンガンと合併し、現在は、オスターボトンズティドニングが発行されている。ヤコブスタード中心街、スコールパーカン植物園。 スコタ旧市街プロサッカーリーグベイカウスリーガに所属する FF 野郎が本拠地を置いている。また女子サッカークラブ FC ユナイテッドの本拠地でもある。ありがとうございます。